腰だけ見せてやろう。マルドギールの。それが限界なら諦めた方がいい。まだエーテリアスフォームを出してないのだよ。Show us now. Come on. Show us your true form. 逃げもせんし、逃がしもしない。ここなら思い切り戦える。お前を倒すために俺は戦う。いいな。貴様は破壊されるのだ。この我に。中の魔力を消して何がしてんだ。おや、言ってなかったかな。魔力が消えることで END の封印が解かれるのだよ。あの本か。今はあのような姿だが、 END はタルタロスのマスターにしてゼレフ書最強の悪。 END が復活することで我々はゼレフの元に行ける。下船だ。行きたければお前一人でも行けばいいだろう。ゼレフがなぜ我々を想像したのか考えてみたことはあるかい。我が部下たちは誰一人として気づいていないが、我々エーテリアスにはゼレフの元に帰るという強い脅迫観念のようなものがある。遺伝子レベルの命令なのだ。ゼレフの元に帰る。ゼレフに会いたい。ゼレフのために。これらの感情、これは全て一つの真実に帰結する。ゼレフは不老不死となった自らを呪い死にたいと願った。その願いの行き着いた先が自分を殺せる存在の創造。ゼレフを殺すために生まれし者、それがゼレフ書の悪夢。 END はその最高傑作だ。だが何があったのか、こうして再び本に封じられてしまった。魔力があふれるアースランドにおいて絶対に解かれることのない封印によって。しかしその封印もフェイスによって大陸中の魔力が失われる時に解け、 END は復活する。そしてゼレフを倒す。それが我々の願いである。ゼレフの願いでもある。ゼレフを倒すための戦い。そんなよくわからねえことに
人間を巻き込みやがって。君たちは目的地まで歩くとき、道端の雑草をわざわざ避けて歩くか。監獄の花、氷。 Here he comes. It's Gray. Oh, he got him a scarf bag. 俺のマフラー拾ったんだ。大事なもんならもう話しちゃいけねえ。グレイ、グレイさん、この魔力。貴様何者だ。お前を倒すためにここに来たデビルスレイヤーだ。デビルスレイヤーだ。なんだそりゃ。熱竜は竜を撃ち、熱人が神を撃つとすれば悪魔を倒す魔法だ。Yes, you guys are so smart. Oh my god, Gray, what happened to your health? いずれ裏切ることは分かってくる。それがこんな形になろうとは。運命とは実に面白い。グレイも来たし、イグニールのマフラーも戻ってきた。よっしゃ、本気でいっか。Okay, I feel like I should heal Gray. He'll be dead in like one hit. 花はいくらでも呼べるのだよ。Oh, Wendy! 遅くなってすみません。 Wendy! Just in time to heal all of us. ボロボロじゃねえか。私、決めたんです。諦めたり立ち止まったりしません。ああ、俺たちは止まらねえ。ずっと進み続ける。前に。人間が何人集まろうとマルドギールの敵ではない。He hasn't even showed us his true form yet. That was a lot of hits.
Oh wait. No, I wanted to use the poppy one. その力、マルドギールの真の姿の前でも通用すると思っているのかね。400年ぶりに END が目覚めるのだ。マルドギールも目を覚まそうではないか。The final battle? Think so.我が名はマルドギール・タルタロス、冥府の王にして絶対の悪魔。夏、ああ分かってる。フェアリーテイルの名にかけてお前を倒す。来い人間ども、これが最後の戦いだ。confirmed it for us.悪魔に背いた人間の末、見せてやろう。There's nothing to be afraid of. You're dead. Focus on healing.
しませてもらった人間の魔導士。その昔、一なる魔法により魔法は誕生した。やがて魔法は多種多様の系統へと発展していった。その歴史の中で END は魔法の新たな可能性を見出した。呪法、その力の源は呪い、恨み、妬み、憎しみ、その全ての負の感情が力となる。生命の本質に基づいた力。くだらねえな。だったら魔法は未来を作る。魔法に未来はない。呪法こそが全てにおいて上位の力。煉獄へ。これぞゼレフを滅するために編み出した究極の呪法、死の記憶、メメントモリ。不死なるゼレフを殺すには生と死という概念ごと破壊する。この呪法を受けた者には生も死もない。ただ消滅する。永遠に無となれ。完成したぜ、究極の呪法メメントモリ。あとは END が復活すればあなたゼレフを破壊できる。オーグレーバカな、半身が悪魔化している。シルバーの力か、我が究極の呪法を防いだというのか。未来を作るために俺にできることは、夏を信じることだ。人間ごときに、グラー！削り取ってやろう、貴様らの感情までも。ありがとうな。Extra thank you. Oh, Lucy. Natsu, 遅れてごめんなさい。 Lucy, 謝るとこじゃねえ。 あいつを倒すんだ。 みんなの力で。 今さら精霊魔導士が一人増えたところで何ができる。 バカにすんな。 Lucy は強えぞ。There's a lot of debuffs and buffs to throw. Fine. I do have an item for debuffs.
のマルドギールが。It took a while. He's kind of tanky, but yeah, slowly but surely chip off.No, I'll be slow. Well, at least, I think...天竜の逆転に
我が究極の呪法、人間ごときに何度も使うことになるとは。破壊してやる。もう魔力ゼロだ。消えろ。けど俺は信じてる。グレイ！ヒューマンゼロの波及。あー、そっぺてぃ。So complete. Oh, look at it. Nice picture. やったな。いや、まだだ。END を破壊しなきゃ俺は。そうだった。あの本、取ってこいってイグニールに言われたんだった。悪いが破壊する。ふざけんなよ、てめえ。ふざけてんのはどっちだよ。こいつがタルタロスを作った。そして、ゼレフ署の悪魔の頂点にいるやつだ。破壊できるうちに破壊しておくべきだろう。イグニールと約束したんだ。その本をよこせ。断る。なんだ、まさかフェイズが。諦めるな、
人間たちよ。グランディーヌ。メタリカーだ。死んだはずのバイスロギアの気配を感じる。スキアドラムもいるのか。解放されしドラゴンがイシュガルの空を待っておる。こんな奇跡。すげえ。次々に消えていくドラゴンたちが大陸中のフェイスを壊して END の復活は阻止された。我々の勝利だ。バイスロギアは生きていたのか。スキアドラムもメタリカーナもグランディーネも皆ドラゴンスレイヤーの体内にいた。秘術によって体内にて眠っていたというべきか。そうだ。そういやそれ聞いてなかったぞ。なんで体の中にいたんだよ。俺は食った覚えはねえぞ。それには二つの理由があった。一つはこやつアクノロギアのようにドラゴンスレイヤーの完全なる竜化を防ぐため。もう一つはこいつを片付けてからだ。本を手に入れろ。こいつのことだ。 END の書くれ。約束したんだ、必ず END を倒すと。消えた。この本は僕のものだ。返してもらうよ。大事な本なんだ。僕は今日君と決着をつけるつもりでいたんだ。ああ。だがアクノロギアという邪魔が入った。彼がもう一度歴史を終わらせるのか奇跡が起こるのか僕にはわからない。何言ってやがる。もしもこの絶望的な状況を生き残れたら、その時は僕がさらなる絶望を与えよう。あの野郎、本を持っていけやった。ゼレフ、エレフ、ナツ、今のうちに言っておくことがある。イグニール、我々ドラゴンがドラゴンスレイヤーの体内にいたのには二つの理由があった。一つは話した通り、お前たちの流化を防ぎ抗体を作るため。それによってお前たちは今後流化する恐れはほぼなくなったと言っていい。今までいかなる時も姿を現さなかったのはこの抗体を作っていたからだ。そしてもう一つの理由は、我々の負の遺産アクノロギアをこの手で倒すため木を伺っていた。その話は後って言っただろう。待ってろイグニール、今火星に行くからな。来てはならん。アクノロギア、やはり予想以上の強さ、巻き込まれるぞ。構われ、俺とイグニールが組めば無敵なんだ。俺はこの時を待っていた。アクノロギアをこの手で葬るこの瞬間を。Oh, the sad music, please.
と過ごした日々が一番の幸せだった。人を愛する力をもらったんだ。破るなよ。俺ずっと探してたんだぞ。ジン、書けるようになったんだ。魔法ももっと使えるようになった。友達もいっぱいできたんだ。仕事もやってる。俺はもっと話がしたいよ。グランディーネ。 We've beaten back at... No, okay, not that voice. We've beaten back at Nalagia thanks to Ignil and the courage of all. You did so well with Faze.There's still much to discuss, but my time is up. I have to say goodbye. Yada. I'm sure you will face numerous hardships in the future, but you will be fine. Yada yo, Grandine. 見送ってやろうぜ。胸を張ってな。Humans, the memories of conflict and hatred are memories from a time long past. Now we work together in peace. Our time, the time of the dragons, has come to an end, but it is now up to you to create the future. 400 years ago, humans and dragons pledged an oath to each other, in line with the Magna Carta. That rolls off the tongue rather nicely. Magna Carta. Dragons will continue to watch over humans forevermore.Bye, Wendy. I love you, Wendy. Chikshu. Arigato, Vice Logia. Suki ya Doram.泣くな、ナツ。ほら、悲しい時はどうするんだ。教えただろう。うん、分かってる。じゃあやってみろ。立ち上がるんだ。うん、俺はずっとお前と一緒にいる。今までもこれからもずっとだ。もっと見せてくれ。お前の成長を、お前の生きる姿を。ああ、俺はもっと生きていく。俺はもっと強くなる。俺がアクノロギアを倒してやるんだ。そうだ、未来を語れ。それが生きる力だ。Great sacrifice. Anyway, they would all have to go anyway. But still.ハッピー、貯金あといくらある？13万ジュエルだよ。うーん、
少ねえな。あい、金庫盗まれなかったらいっぱいあったのに。お魚10年分くらい。まあ、なんとかなるか。はい。問題はこれだな。Oh, I'm very happy that they included this scene. What? つけてきたのかよ。ごめんなさい、ごめんなさい。チビア、どうしても言っておかなきゃならないことがあって。釣っていたネクロマンサーを倒してしまったのはジュビアなんです。お前が？ジュビアはもうグレイ様を愛してはダメなんだと思ったんです。ジュビアはお父様を殺したんです。お前が？ありがとう。ごめん。ごめんな。グレイ様。暖かいです。I like that very much.EMD を倒す。嫌な記憶を思い出してしまった。今頃震えが。裏切られ、騙され、集大を晒した。それでも私は人を信じていけるのだろうか。お前なら大丈夫だ。お前は人の強さも弱さもよく知っている。前へ、光の道をただただ前へ。俺たちは闇の道を行く。ゼレフを倒すために。だがその道はいずれ交わることもあるかもしれない。その時は俺たちを消し去るくらいの輝きでいてほしい。進め、エルサ。震えが止まった。あ、人の気配がする。さては、夏とハッピーね。また私の部屋に勝手に。
あれ、手紙？うわ、何この汚い字。ハッピーと一緒に修行の旅に出る。1年くらいしたら戻るから、みんなによろしく伝えといてくれ。じゃあな、ルーシー。ナッツ&ハッピー。何よこれ。You left without her. No. 勝手に旅に出るとか何考えてるの。そんなことしたらね、そんなことしたら。寂しいじゃない、バカ。ガキどもは自らの道を選び歩いていく。これが一つの時代の終わりじゃ。フェアリーテイルを解散させる。羽ばたけ、ガキども。Gosh, dang it, Makarov. Aw, happy, so cute. みんな、ごめんな。俺はもっともっと強くなって帰ってくるから。みんなを守るために。僕を超えてみるんだ、夏。いや、エーテリアス・夏・ドラグニル。I loved it. Love fairy tale. Hey, I mean, I would like to get the DLC next time, but it depends. Like what comes with the DLC could be quite overpriced from what was. I read somewhere like what would be in the DLC coming up. I think they said like a dungeon. Extreme mod or something, and a couple of things. I don't know, it depends on the price. That was a good game. Alright, let the credits roll, go to the washroom, and then we'll end the stream. I'll still probably play next stream. Continue this, I mean, because there are still missions to be done and... Alright, I will be right back. Thank you for watching. I'll let the credits run.